アクセス道から見える白鳥の設計湯船と手入れ用のシャベル、中岳温泉は、北海道上川郡東川町にある大雪山朝日岳山系、中岳の中原に湧くの湯。洋州がする。専温はかなり高くそのままでは厚すぎていれないので、付近の設計から流れ出ている渓流から、シャベルなどで湯道を作り、水を引き込んで調節する。湯船横の岩を、 雑用牙に利用できる。誰かが掘った湯船と登山道以外、人間が作ったものは見当たらないの湯である。周辺は、ハ末が茂り津が桜の咲く花畑で、本格的秘湯としてアウトドア派の注目を集めている。ただし時期によっては、長湯は禁物である。付近には季節によっては、アブが多く発生し、人の気配に集合し裸でいることは、無防備である。 また、ヒグマの生息地帯でもあるため、熊よけの鈴木山などの対策は欠かせない。旭日川市街からバスで、旭日岳温泉まで約1時間10分、そこからロープウェイに乗って、姿見の池に下車後、徒歩、約2時間。このアクセス道は裾合平と呼ばれる高原を、修麗な旭日岳を右手に見ながら、チングルマの咲く、花畑の中を歩く。もしくは間宮岳から、 中岳の途中にある中岳分岐から西へ下るルートを使う。ありがとうございます。